待たせいたしました。まあ、これからね、本日最終回の小豚のレースを始めていきたいと思いますが、まずはね、せっかくなので挨拶から始めていきたいと思います。ぜひ皆さんは拍手か手を振って返してください。それでは皆さん、改めましてこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。こんにちは、ようこそ寒い中小豚スタジアムへお越しくださいました。それからね、先ほどご案内しましたが、本日最終回の小豚のレースをね、始めていきたいと思います。ただね、少し前に、つい先ほどご紹介したマスコットについて、もう一回ね、詳しく説明していきたいと思います。もうね、GT の回の小豚のレースを見た方、もし言ったらね、もうわかるかと思うんですけれども、こちらがね、好評マスコットという手のひらサイズのマスコットです。この後ね、小豚のレース、複数レース行われます。その最後のレースで、どの豚さんが一等賞を取るのか、このマスコットを使って皆様には予想と、そして投票をね、してもらいたいと思います。そして見事ね、一等賞の予想が当たった方には、こちらのマスコットはもちろん、もう一つね、なんとこちらの豚さんをプレゼントします。可愛らしい小豚さん目指して、ぜひ皆さん挑戦してみてください。さあ、続いてはただいまのお時間から、向こうのお姉さんがお一つ500円で販売を行いますので、購入ご希望の方は向こうのお姉さんのところにお越しください。それではお一つ500円でマスコットの販売スタートです。この後ね、マスコットはお一つ500円で1時までの販売とさせていただきます。小豚スタジアム限定なので、売店にはね、一切販売を行っていません。ぜひね、マザー牧場で小豚のレース見ましたよという記念にもなるかと思いますので、ご家族だったりね、あとはカップルとか友達がもしいたら、番号をね、バラバラにぜひ投票してみてください。そしてね、実は豚さんも向こうのゲートの中にスタンバイしているので、豚さんのね、様子とかを見ながら投票してみてもいいかもしれません。その後ね、こちらのマスコットの販売、1時をもちまして終了とさせていただきます。そして同じ時間、1時をもちまして、もう一つね、終了となるものがあります。それは抽選券の配布です。先ほどね、12時45分していきましょう。1番目はお名前がとんこつ太郎っていう名前がついています。とんこつ太郎です。そして2番、マザートントン、マザートントン選手です。そして3番、ビッグサンダーです。ちょっとね、かっこいいですね。そして4番、グレートトンソク、可愛らしい名前がついてますね。そして5番はドリームブタンです。私が一番好きな豚さん、ドリームブタンです。そして6番はハッピーファーマーっていうね、ユニークな名前がついているんですけれども、これで、ね、それぞれ1番から6番まで色がついていまして、これはね、ゼッケンのお色です。青色、赤色、紺、ピンク、黄色、緑、1番から6番までね、可愛らしいゼッケンをつけているんですけれども、この後ね、向こうの豚さんが選手と一緒に走ってもらいます。さっきね、向こうの小豚入場門から豚さんがトコトコトコって来たところをね、見た方もいるかもしれないんですけれども、豚さんね、なかなか選手がいないと前に進みません。このレース場砂場なので、砂場で遊んじゃったり、あとね、少しずつ周りにね、草が生え始めてるので、それをね、ちょっと食べちゃう豚さんもいます。なので、当たったお友達は頑張って豚さんをね、ゴールまで追いかけてください。ま、私のね、目の前にはタイヤがありますので、もしかしたらタイヤで遊んじゃう豚さんもいるかもしれないので、頑張ってね、追いかけてください。さあ、この後ね、1時となったらこちらのマスコットの販売と、そしてゴールの後ろ側で配布をしている抽選券、それぞれ終了とさせていただきます。後ろ側からね、新しく来たお客様方、まだわからないという方もいらっしゃいますので、もう一度ね、このマスコットを紹介していきたいと思います。この後ね、豚さんと、そして抽選会で選ばれたお友達には、複数レース、豚さんと一緒にレースを走ってもらいます。その最後のレースです。最後のレースで、どの豚さんが一等賞を取るのか予想していただくマスコットがこちらです。この後ね、頑張って複数レース走るので、ぜひね、皆様投票をお願いします。
最後のレースでどの豚さんが一等賞になるのかなと予想で当たった方にはこちらとあとねさっき見せたこちらの四つ足の豚さんをプレゼントしますのでぜひこちらを目指して挑戦してみてください。こちらの販売場所は私から見て左手側です。緑色のね販売台を持ったお姉さんともう一人のお姉さんがいるので気になっている方はねぜひあのお姉さんのところにお越しください。そして、こちらをね、購入した方、ちょっといる？あ、どうやって動ける？あ、そう、今お兄ちゃんとお姉ちゃんがしてくれたみたいに手をパンにして、豚さんのお尻を背中を一般にこう、ペペペペって触ります。触れる？大丈夫？パンして頑張って追いかけてね。そう、そして、みんなが目指すゴールは反対側です。あっちまで豚さんと一緒にゴールインしてください。位置を取った友達にはお姉さんから金メダルのプレゼントがあるので金メダル目指して頑張ってね一番の一緒に頑張ってください。そして最後ねお約束があります。豚さん触った後はしっかりと石鹸を使って手を洗ってくださいが、ぜひね皆さん応援の際は大きな拍手でご声援をお願いします。そしてマスコットのかかったレースは今日は3レース目です。お間違いのないようにご注意ください。さあそれでは選手とそして豚さんの準備が整いました。本日次の回の小豚のレース行ってみましょう。位置についてよーいスタート。さあ豚さん出てきたら追いかけてください。ロンハル豚さんやちょっと転んじゃいましたが大丈夫ですか。さあこの赤星のお友達は座って待っててください。お姉ちゃんは次のレースです。そして2番のお姉ちゃんも次のレースですよ。かわいらしい緊張している女の子です。今6番サーモンを4番に入ってきましたが、この前の星は4番です。4番が急にやる気出してくれましたね。そして5番の豚さんも少し選手もゴールインしました。1番の兄ちゃん豚さん、さっきにゴールインしちゃいましたよ。残りは2番のお姉さんと豚さんです。最後まで頑張ってください。さあそれでは4番の選手ですよ。お姉ちゃんかな。4番のお姉ちゃんこっち来てください。ピンクの上着を着たお姉ちゃんです。さあ豚さん追いかけてください。4番が先に逃げるよ。3番、2番、1番、後ろ側から6番で続いてますよ。豚さんなんだかじゃれ合ってます。4番行きます。少しずつ前に進んでますが3番5番も上がってます。選手が分かるかな。豚さんね、自分の豚さん見つけてください。さあ1番の兄ちゃん上手です。4番のお兄ちゃんピンクのゼッケンつけてる黒い豚さん追いかけてください。5番の兄ちゃん5番ね、5番のお兄ちゃん最後の一押し決めてとなりました。1番のお兄ちゃんもねよく頑張りました。ありがとう。4番の5番2番3番この選手頑張ってください。お兄ちゃんそしたらねここの星を抱いてしまってて、ありがとう。さあそれでは6番4番の選手へゴールにしました。残りは2番と3番です。2番のお姉ちゃん、1番豚さん追いかけてください。頑張って豚さん追いかけてください。さあ、ぜひ皆さん、最後まで拍手、応援お願いします。なんだか可愛らしいレースですね。はい、それでは2人揃って見事ゴールにしてくれました。ありがとう。さあ、それでは、お姉ちゃん、おめでとうございます。嬉しい？嬉しいね。パパとママどこです。あ、ママいましたね。そしたら、みーちゃんにも金メダルのプレゼントしたいと思います。大きな拍手お願いします。みーちゃんよく頑張った。それからママのカメラに向かってポンできる。せーの、ポン。かわいい。みーちゃん OK ですか。はい、そしたらこのゼッケンだ。位置についてよーいスタート。さあマスコットのかかったレースです。選手とみんな頑張って豚さんを追いかけてください。2番豚さん3番豚さん4番豚さん5番豚さん6番豚さん7番豚さん8番豚さん9番豚さん10番豚さん11番豚さん12番豚さん13番豚さん14番豚さん15番豚さん16番豚さん17番豚さん18番豚さん19番豚さん20番豚さん21番豚さん22番豚さん23番豚さん24番豚さん25番豚さん26番豚さん27番豚さん28番豚さん29番豚さん30番豚さん31番豚さん32番豚さん33番豚さん34番豚さん35番豚さん36番豚さん37番豚さん38番豚さん39番豚さん40番豚さん41番豚さん42番豚さん43番豚さん44番豚さん45番豚さん46番豚さん47番豚さん48番豚さん49番豚さん50番豚さん51番豚さん52番豚さん53番豚さん54番豚さん55番豚さん56番豚さん57番豚さん58番豚さん59番豚さん60番豚さん61番豚さん62番豚さん63番豚さん64番豚さん65番豚さん66番豚さん67番豚さ
最初の5番の豚さんと成功した。そして残りの3番の豚も頑張ってください。ありがとう。さあ、残りのね、5名のお友達もありが